三つ目は、誘惑に負けないストイックさ。謙虚さ大事だよねとか、ストイックさ大事だよね。今の自分に置き換えた時にそれできてますか皆さん。僕がね、まあ見てきたケイスさんだったりとか、まあ先輩でね、年商7億やってる人とか10億やってる人とか、やっぱみんなめちゃめちゃストイックっすよ。僕のね、知ってるある方とかは、まあ年商10億超えてですね、未だにですけども、毎日欠かさず、めっちゃクオリティ高いとか YouTube1 日2本上げてるんですよ。めちゃめちゃストイックだなと思って。でもその人っていろいろ会社もやってるからめっちゃ忙しいはずなんですよ。やっぱね、やってる人ってね、半端なくやってますよ。皆さんは最終的に今フリーランスでご自身のね、オリジナルのコンテンツを作って販売をすることによってビジネスオーナーになっていかないといけないわけですよね。まずは最初は年商で1000万ぐらいまで自分の力で頑張っていって、そこから先は人に任せていくってフェーズになってくるんですね。そうすると自分の働く時間は2分の1、3分以上減っていくんだけども、収入は2倍、3倍と増えていくっていうね。それが本当の意味ではビジネスオーナーだと思ってるんで。ってなった時にこのストイックの話をする時にね、僕の大学時代の友達でね、めっちゃ筋肉もりもりの友達がいたんですよ。プロテイン君ってします。プロテイン君は休み時間もめっちゃ筋トレするんですよ。今日も昼休みこんだけ筋トレしてるよっていう動画を撮ってツイッターで上げてるんですよ。休み時間絶対筋トレで、放課後も絶対筋トレ、腕立て伏せ、ダンベル、腹筋みたいなね。お昼ご飯どうするかって言うと、僕ね、一瞬プロテインとご飯食べた時が結構あったんですよね。で、その時にお弁当持参です。その中身っていうのはささみささみささみ葉っぱトマト、ささみささみささみなんですよ。ご飯もこれっぽっちしかないんですよ。ほんまに白米とか食べない日もあるんですよね。まあ、そんな生活してたんですよ。めっちゃストイックっすよね。プロテイン君の面白いエピソードがあって、プロテイン君のね、5人ぐらいのなんか友達がいたんですよね。今日放課後合コンあるんだけども、プロテイン君どうみたいな。合コンに誘われてたんですよね。プロテイン君ね、なんて言ったと思います？いや、俺はもうそういうの行かないよって言ったんですよ。合コン断ったんですよ。プロテイン君って何の部活をやっていたかっていうと、確かね、水泳部だったんですよね。生活リズムもすごいきちんとしてるんですよね。寝る時間は絶対10時だし、朝6時に起きて筋トレしてっていう。だから絶対飲みに行ったりとか、あんまり夜更かしすると、絶対生活リズム崩れるじゃないですか。っていうのもあって、いや、ちょっと俺やめとくよって断ったんですね。それ見て僕、尊敬の念を抱いたんですよ、プロテイン君に。こいつすげえと思ってね。筋肉とですよ、水泳にかける思いが強ければ、どんな誘惑でも弾き飛ばせるって話なんですよ。だから皆さんもそうですよね。合コンに誘われました。でも合コン行ったら、ね、ビールとか飲んじゃうわけですよね。脂っこいものとかやっぱ食べちゃうわけですよ。そうすると絶対体に悪いわけですよね。だった時にもうプロテイン君の思考では、確かに唐揚げ美味しいよと。確かにビールも飲みたいよ、そりゃと。女の子とも喋りたい。だけども、ビール飲むぐらいだったらプロテインでしょ。唐揚げ食うぐらいだったらプロテインでしょ、みたいな。話になるわけですよね。多分それぐらいからストイックなんですよ。それぐらいの意志の強さがないと成功しないんですよ。僕もありますよね。僕映画めっちゃ好きなんですよ。高校時代から年間100本ぐらい映画見るぐらい大好きなんですよ。だから本当はね、仕事しなかったら1日ね、15本とか映画見てるんですよ。でも、映画見たいっていう欲求よりも、ビジネスでこういうこと成し遂げたいっていう欲求の方が強いんですよ。だから、僕は映画見たいっていう欲求僕80あるんだけど、ビジネスで成果を上げたいっていう欲求の方が90ぐらいだから、跳ね返せるんですよね。皆さんももし誘惑に負けそうになったら、プロテインクを思い出してください。これが今日僕伝えたかったんですよ。プロテインクの話を思い出してほしい。年収3000万はプロテインクを見習えばいける。それぐらいのストイックさで努力すればってことですね。はい、皆さん今日もね、動画最後までご視聴いただきありがとうございました。私の LINE ではこちらに出ている豪華7大特典っていうのを今だけプレゼントしております。実際弊社がインスタグラム累計100アカウント以上運用してきた中で体系化した今最新の最も熱いインスタグラムを使ったノウハウの講義動画や、 LINE アットの配信で制約率を2倍3倍と高めることのできる配信のテクニック系の動画、そしてうちがですね、3年間で累計8億以上の売り上げを作ってきたそのマーケティングのね、本質をまとめた累計150分相当のですね、動画講義っていうのをね、無料でプレゼントします。さらに今だけ弊社をね、出させていただいている書籍、こちらもね、無料で受け取ることができますので、興味ある方は下の概要欄から今すぐ LINE で登録いただいて、プレゼントもね、ゲットしてみていただければなというふうに思います。そして、私の YouTube ではですね、日本一実践的で分かりやすい SNS の集客に役立つ再現性の高いノウハウを日々配信しておりますので、非常に重要な情報を見逃さないためにもですね、今すぐぜひチャンネル登録もポチッと押していただけたら嬉しいなというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。